方向パラメーターの修正は終わった。
でもまだ検証が必要ね。それなら今あるアンカーの安定性は維持できるのか。転送ゲートのベアリングユニットは調整した。オーバーロードさえしなければ。やあエクセキューター、ベラ地区行きの時空通路が開通した。調査のためすでにエクセキューター小隊を現地に向かわせてある。大厄災前のベラ地区はハガード第7地区の管轄下にあった。2年前にマーク小隊が現地入りし、君にもシャーリーさんの後継人として一緒にベラ地区に行ってもらいたい。シャーリーはジークの行方を追うのに必死、現地の人たちの協力。ただシャーリーさんはまだ回復途上だ。皆さんに迷惑をかけて申し訳ないと思ってる。現地からの報告ではベラ地区に廃棄種と呼ばれる生物が侵入し、生態木下第7地区と廃棄種への対策を進めて、ドクター・クレアが転送ゲートのパラメーターを調整して出発の準備を整えてくる。長距離の時空転送はかなりハードよ。覚悟を決めていきなさい。お待ちしていました。お久しぶりです、ペペさん。気分はどうですか？めまいとか気持ち悪いとかはありませんか？大丈夫、ありがとう。私も平気。よかった。長距離の時空転送が辛くないかと思って心配していました。ここは第7地区に所属するシルバーコースト研究センターです。研究センターの皆さんがこの設備を使ってアーシャ大陸との通信を、この研究センターはイエローデューンズの北側にあります。ほら、あそこです。シルバーコースト研究センター所長のフィアよ。第7地区へようこそ。オフィサーのユリン様もあなた方の到着をすでにご存知よ。いつでも好きな時にミラポリス本部に向かってちょうだい。ただ技術者のブルーが研究センター周辺で潜在的な時空の波動を検知したの。念のため一旦ここに留まって時空の波動が落ち着いてからで。そうなんですね。はっきりしたことは言えないけれど、ブルーがデータの観測と分析を進めている。
れだけ待つことにな。ペペさん、第9地区から派遣されたエクセキューターは何人ですか？2年前から駐留してるマーク小隊の他にはメリルさん、ゼロさんでしょ。でもみんな今はミラポリスで大事な会議に出ているんです。なんて言いましたっけ、廃位機種への対策。廃位機種か。エルリックさんも前に確か。はい、ミラポリスの一大事ですからね。でも フィア社長、ちょっとお聞きしてもいいですか？何かしら、私に答えられることなら。あの恐ろしい生き物がいつ現れたのかは誰も知らない。ハガードがその存在に気づく頃にはもう取り返しのつかない状況になっていた。あのモンスターには空間を移動する特殊な能力と強い攻撃性がある。地表にある我々のアジトも廃位機種の攻撃で、はい、9年前ミラポリス議会は廃位機種の脅威を防ぐためにベラ地区の全住民に各地域の定住地への帰還を促す決定を下した。でも我々の地表再移住計画はそれで棚上げになった。科学技術部は5年前にリスナーズと呼ばれる廃位機種の生態研究プロジェクトを始めた。詳しい情報が欲しければ責任者のドクター・クレイフォーに聞いて。ここはオムニアム関連の技術を扱う研究所なの。潜在的なセキュリティリスクがあるから人口の密集するミラポリス本部から離れたところにある。でも最近廃位機種の侵入が抑えきれなくなってきた。研究センターの安全はもう守りきれない。ユリン様が今センター内の重要設備と人員の本部移転を検討なさっているわ。マーク招待のおかげで数多くの貴重な知識を得ることができた。第9地区のオムニアム研究は我々のずっと先を行っている。今回の時空の波動はまだ原因がわからない。ブルーが今特性パラメーターを分析中よ。おそらくそれからアブサントという名のハイパーハイ機種にも時空波動を引き起こす特殊能力がある。研究センター付近での目撃情報はないものの、最悪の事態を想定しておくべきね。フィア社長、異常事態が発生しました。空間の波動が急激に増大しています。ハイパーアブサントが引き起こした時空断層です。まさか。ブルー、今すぐ本部に連絡を。応援を要請して。今はやってるんですが、空間波動によるクラッタ干渉がひどくて本部とまともに連絡が取れません。引き続き連絡を試みて。セキュリティスタッフに外装設備の封鎖、防御シールドの起動。わかりました。一体何があったんですか？今回の時空波動を引き起こしたのは希少なハイパーアブソンだよ。廃位機種の襲撃に備えなければ。でも今は本部とも連絡が取れず、外部の応援も頼めない。モンスターが退去して襲ってきたらここは壊滅的なダメージを受ける。我々も防御を手伝います。ではついてきてください。システムアラート、警戒レベル最高。全ての非戦闘員は安全エリアに退避し、警報の解除をお待ちください。見て、あそこ。アブサントの不随個体です。急ぎましょう。
ゆっくりお休み。
しっかり休もうね。
しましたが、ブルーさんが近所で不安定な時空の裂け目をいくつも検知したそう。ミラポリスとの通信は回復したの？まだ連絡はつかない状態です。本部がこっちの時空波動に気づいて早く応援をよこしてくれたらいいのですが。ペペさんは残って研究所の防御に協力してください。私とシャーリーは本当に大丈夫で、それしか方法はありません。あそこの全地形対応車なら砂漠を高速で越えられます。Thank you.
しっかり休もうね。
Thank you.
Thank you.
しっかり休もうね。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 ゆっくりお休み。
しっかり休もうね。しっかり休もうね。しっかり休もうね。
リー、ゆっくりお休み。しっかり休もうね。しっかり休もうね。Thank you.
いいものを見つけたよ。しっかり休もうね。Thank you.
しゲーム？
Thank you.
探しゲーム？開けてみよう。
時間？
Yeah.
しゲーム？
ゲーム？